はいこんにちは、えー、旅人山の5回目ですね今日は、えー、何度も何度も往復して出会うっていうやつをねこういうのをやってみましょう1 4 0 0ル離れた地ビーチがあります加藤くん森くん2人が休まず何度も往復をする加藤くんは地をビーチへ分速8 0ルで進み 森君は同時にビーチを H へ分速 60m で進んでいくとさあこの時2人が初めて出会うのは何分後ですかさあ整理してみますよ 1400m 離れた A ビーチ 加藤くん森くんの2人が休まず往復する加藤くんは、A、地を出発し、えー、分速 80m の速さで、えー、出発する 80m 毎分さあそして、えー、森くんは同時に B 地を H へ B 値を H へ向かって 同時に分速 60m で出発する森くん、ね、60m 毎分、ね、はいじゃあこの時12人が初めて出会うのは何分後かねさあこれはまあ普通の出会い算です 1400m 離れた、えー、地点から、えー、加藤くは80森くんは60 80メートル60メートル80メートル60メートル80メートル60メートルと近づいてくるわけですから、ね、1400メートルの道のりを80たす60の140メートルずつ近づいていくですから1400割る80たす60は1400割る140、ね、さあこれ10分ですね 一回目は十分で出会うことができるね。ここが一回目ですよね。こうカトクが来て、こう森くんが来て、これ一回目、ね。さあじゃあ二番。二人が二回目に会うのは何分後か、ね、さあこれで一回目ですよね。じゃあ二回目はここで出会ったら A くんはそのまんまこうやってビーチまでい で戻ってくるわけですさあそして森くんはここからまた出会ってこう来てここで2回目ですよね2回目に出会ったさあこれよく見てください森くんが進んだのとも、えー、加藤くん加藤くんが進んだのと森くんが進んだのこれ合計で往復したんだよね 合計ではこれ千四百掛ける二の二千八百メートルだよね。二人は二千八百メートルを今度、えー、加得は六十メートル毎分あ八十メートル毎分森くんは六十メートル毎分八十六十八十六十とまた再び近づいていくんだよね。 は 2800÷80+60 の28割る140 20分だよね。20分でこれここから20分で出会う。 じゃあ答えは1回目で10分でさらにここから20分ですからその20分に1回目の10分を足さなきゃいけませんねすすのの分分回目に出会うのは30分ですさあじゃあ丸三二2人が5回目に出会うのは何分後でしょうかねさあこれも何回だろうが一緒なんですよいいですか 1>, 1回目でこれ10分でしたね2回目で20分でしたねで3回目だって同じですよねここから加藤くんがこう来てまた往復していきますねそして森くんはここからこうしてまた戻ってきますこれで3回目でしょってことはね何回やってもこれ2人の合計は 2800m だよね 往復だよね。1400×2 の2800メートル。この2800メートルを、やっぱり80、60、80、60で割っていくわけですから。やっぱりこれも20分で出会うんだよね。こっから先は、もうずっと20分なんです。3回目も20分だし、4回目も20分後に出会えるし、5回目も20分後に出会えるわけです。さあ、じゃあこれ整理してみると、かね。 1>, 1回目は10分で出会った。その後20分経って出会ったからこれここで30分だね。その後またさらに20分後に出会うわけですから50分。その後また20分後の70分。これで4回目。ね。もう1回20分ですからこれ90分で、ね。5回出会うってことになるでしょ。 1>, 1回目は片道だけ60ですで2回目はこう来て往復分 2800m の道のりをこうやって80608両80と近づいていく3回目も同じ 2800m を8060と近づいていく4回目もそうすると10その後20分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 足していって90分後に5回目に出会いますよね。 こんな感じでいいんです。で、4番。加藤くんが森くんを追い越すのは何分後か。これ、追い越すっていうのはね、どういうことかっていうとね、こういうことです。1400メートル離れてますよね。で、加藤くんがここからスタートする。森くんはこうやってスタートする。 極端なここことと、とを書くともううういうことです。加藤君がこれ森君がこれだけねで、えー、加藤君がこう来て戻ってきてこうやって追いついたのはいつかってことね実際にはもっと長く森君く歩くんだけどこれ見るとね結局このこっからここまで 1,400m ね森君が多く歩いた時なんだよねあごめん加藤君。 加藤君が加藤君が1 4 0 0ル森君より多く歩いたときにこれ追いつくわけ追い越すわけこうやってねだから1 4 0 0ルの長さねっ1 4 0 0ル多く歩くじゃあ1分あたりどれだけ多く歩くかっていうとこれは引き算ね 80-60の1分あたり20メートルずつ多く歩く。だから1 4 0 0十8 0 6 0の20で割ると70分。70分で追い越すんだということになります。ね。えー、これ。 何回も繰り返し聞いてねで同じ数字同じもん、えー、数字同じでいいですからゆっくり自分で解いてみることです、ね、あとは例題見てしっかり解いてみてくださいね、えー、もしもいいなと思ったりね分かりやすいなと思ったらチャンネル登録ポチッとしてください、ねえー、お友達で、えー、算数もっと力つけたいなっていう人がいたら、えー、また紹介してくれると嬉しいですじゃあ今日はここまでにしましょう